オーバーラッピングやインターロッキングより10フィンガーの方が右手がダイレクトに5本グリップしているので、この感覚が鋭くなります。こんにちは、ドラコンプロの小池翔司です。どうですか皆さん、グリップはどの握り方で握ってますか？今回は飛ばしたいなら10フィンガーグリップということをお話しいたします。私もこのグリップで握ってます。一般アマチュアゴルファーのグリップの割合はオーバーラッピングで6割、インターロッキングで2割、10フィンガーグリップで2割くらいだと言われています。意外にも10フィンガーグリップが多いなぁと思われた方もいると思います。10フィンガーグリップのイメージはどうですか？なんか初心者のグリップみたいとか、力のない女性がするグリップだとか、そもそも10フィンガーグリップ自体に興味がなかったという方が大半ではないでしょうか。今回はその既成概念をぶち壊します。これを聞くとあなたも10フィンガーグリップを試したくなるでしょう。ドライバー限定、グリーン周り限定でもいいと思います。今回は10フィンガーグリップのメリット4つご紹介いたします。それでは始まります。飛ばしてなんぼ。まずは3種類のグリップの握り方を見てみましょう。1つ目はオーバーラッピンググリップですね。この握り方は右手小指を左手人差し指の上に乗っける握り方です。次はインターロッキンググリップです。右手の小指と左手の人差し指を絡める握り方です。このように絡めます。これが今回お話しする10フィンガーグリップの握り方です。左手親指をグリップから外す握り方もありますが、今回は左手親指は他のグリップと同じくグリップの上に乗っける握り方です。こちらの方が違和感なく握れますよね。左手グリップは左手の親指と人差し指でできる V の字が右肩を指すように握ります。右グリップも V の字が右肩を指すように握ります。裏から見るとこのように10本の指がグリップに絡みつきます。これが10フィンガーグリップです。飛ばしてなんぼ。10フィンガーグリップのメリット1つ目が当たり負けしないということです。オーバーラッピングやインターロッキングは右手の力を殺す握り方ですので、それと比べると10本の指でグリップする10フィンガーグリップは右手のパワーが殺せられないので当たり負けしません。面白いことに軽くソフトにグリップしても強いグリップですので当たり負けしないんですよね。わかりやすく言うと、野球のバッターとかはピッチャーが投げたボールに当たり負けしないように10本の指で握ってますよね。バッターでオーバーラッピングやインターロッキングで握っている人は見たことがありません。実際に10本で握って打ってみるとわかりますが、他のグリップと比べインパクトで当たり負けしないということが実感できます。では実際に打ってみます。当たりが厚いです。インパクトの時の感触が違います。アイアンもそうなんですが、アイアンは芝の上から打つので球を打つ衝撃と芝の抵抗に耐えられるようなグリップでなければなりません。このように負けないように打たなきゃならないんですね。10フィンガーはグリップをソフトに握っても強いグリップなので力まずにスイングできるメリットがあります。結構皆さんラフから打つと力が入っていませんか？10フィンガーだとその力みがなくなります。ドライバーなどの長いクラブですが、アベレージゴルファーでスライスやフェースが開いて右に球が行く人などはオーバーラッピングやインターロッキングで握っている場合、自分のヘッドスピードに負けてフェースが開いている方も多々いらっしゃいます。そういう方などは10フィンガーグリップにすることによって右手が強くなり、インパクトからフォローにかけてフェースターンがしやすくなり、フェースが開きにくくなるメリットがあります。飛ばしてなんぼ。10フィンガーグリップのメリット2つ目が右手でフェースコントロールしやすいということです。どういうことかというと、右手の手のひらとクラブフェース面が感覚的に同じく感じられるからです。スイングで大切なのはスイング中フェース面を感じられることがとても大切です。このように右手だけでクラブを持つともっと右手がフェース面と同じく感じられます。
オーバーラッピングやインターロッキングより10フィンガーの方が右手がダイレクトに5本グリップしているので、この感覚が鋭くなります。10フィンガーグリップは右手5本の指で直接グリップするので、右手が良いも悪いもとても使いやすくなります。このようにフェースを返したり返さなかったり意識してやりやすいので、スイング調整もしやすいです。特にアイアンショットなどはフェース面をイメージしてショットしやすいので、低い球やフック、スライスなどいろいろな球を打ちやすいというメリットなどがあります。10フィンガーグリップはそれだけ他のグリップよりフェース面を意識しやすいグリップです。それでは右手でフェース面を意識して打ちます。このように右手でフェース面を意識して、10フィンガーグリップは本当にフェース面を意識しやすいグリップです。ぜひ一度試してみてください。飛ばしてなんぼ。10フィンガーグリップのメリット3つ目は、右手の感性を出しやすいということです。特にグリーン周りやアプローチショット、ハーフショットなど感覚を出すショットなどはオーバーラッピングやインターロッキングに比べて俗に言う感じが出やすいということです。ではサンドウェッジでオーバーラッピングと10フィンガーグリップで打ち比べてみます。これがオーバーラッピンググリップですね。で次が10フィンガーグリップです。まずはオーバーラッピングで普通に打ちます。別にオーバーラッピンググリップでも問題ありません。次は10フィンガーグリップで打ちます。10フィンガーグリップの方が感じが出るんですね。これは実際に皆さん打ってみてください。明らかに10フィンガーグリップの方がボールに当たった時の感触がダイレクトに伝わることがわかるでしょう。このように短いアプローチなどは器用な右手の感性を使った方がゴルフが楽しくなります。あとよくアプローチで言われているのが、ボールをこのように下から投げるイメージでとか言われますよね。この下から投げるイメージをクラブでやるとこのようになります。右手で上げてポーン、右手で上げてポーンという感じになりますよね。オーバーラッピングやインターロッキングでやるとそこまでのイメージが出しづらかったですけれど、10フィンガーグリップだと右手の5本指で直接グリップしているので、この下から投げるイメージが今までより出やすくなります。飛ばしてなんぼ。10フィンガーグリップのメリット4つ目は、バックスイングが作りやすいです。よくあるバックスイングのドリルですが、このように両手を離すスプリットハンドグリップでバックスイングすると、バックスイングの右肘の畳み方やコックの仕方などが分かるドリルがあります。10フィンガーグリップはスプリットハンドグリップと似た感覚がありますので、今までバックスイングに悩んでいた方などはバックスイングが分かりやすいグリップになります。後方から見てみましょう。まずはスプリットハンドグリップのバックスイングです。次は10フィンガーグリップのバックスイングになります。どうですか？ほとんど変わりませんよね。あと10フィンガーグリップはテイクバックやコックのタイミングが分かりやすくて、バックスイングが簡単になりやすいのですが、オーバーラッピングやインターロッキングはノーコックで上げたりフェースが開いたりしやすいものです。優しく上げたいなら10フィンガーグリップをおすすめします。飛ばしてなんぼ。では最後にまとめてみましょう。10フィンガーグリップのメリットは、1つ目、当たり負けしない、なので飛ばせます。2つ目、右手でコントロール、ということはフェース面を意識できるということです。3つ目、右手の感性が出しやすい、ということは
グリーン周りやアプローチの感覚が出るということです。4つ目はバックスイングを作りやすい。そうなることによってフォームが良くなり、結果的に飛ぶようになるということです。自分の感覚としては右手が使えるので間違いなく飛んで歓声が出ます。あとやはりメリットばかりではなくデメリットもあります。一つ目はグリップの一体感が出ない。これは時間が経つと慣れます。二つ目、素人っぽくてかっこ悪い。個人的にはそうでもないと思いますけれども。三つ目、今までより右手が下になるのでアドレスが構えづらい。これも慣れるしかありません。4つ目、フックが出そう。フェースコントロールを意識できるのでそうでもないです。5つ目、手で上げてしまいそう。それを気をつければ今までよりいいバックスイングになるかもしれません。6つ目、右手が利きすぎて悪さしそう。これだけは個人差がありそうです。皆さんどうでしたでしょうか。今回10フィンガーグリップについてお話ししましたが、自分も10フィンガーグリップにして3年くらいですが、違和感があったのは最初の 2,3 週間でした。10フィンガーグリップは右手を使うグリップなので間違いなく飛距離アップしますし、アプローチでは歓声が出まくります。最初はドライバー限定とかアプローチ限定とかでもいいでしょう。ぜひ試してください。